鹿児島県のチームで夏のインターハイ優勝したチームないですかね、まだね。志高く、ね、やっておけばいろんなことが、叶っていくと思いますから、大会に集中して臨めるようにね、ちゃんと準備してください。心してかかってください。本気にならんと、目の色変えてやらんと、つかめんよ。4大会連続インターハイ出場の強豪、神村学園男子サッカー部、部員84人、去年のインターハイではベスト8に進出しました。中心は19歳以下の日本代表候補のストライカー福田師王選手。5月に行われた県予選決勝でも難しい体勢からの技ありシュートを決めて会場を沸かせました。ゴールへの嗅覚、優れた身体能力は海外クラブや多くの J1 チームが注目しています。自分はフォワードなんで、相手より点決めれば勝てるんで、まあ、そういうところを意識しています。チームの司令塔は18歳以下の日本代表候補で、すでに J1 セレッソ大阪への入団が内定しているミッドフィールダーの大迫塁キャプテン。視野が広く正確なパスでチャンスを演出します。難しい時期もあったんですけど、まあ、それを乗り越えて今チームとしていい状態になっているので楽しみです。さらに今年は期待の1年生も。去年神村学園中等部で全国制覇を果たし、大会の得点王にも輝いた縄田岳選手です。16歳以下の日本代表でもプレーしています。塩さん、ルイさんっていうのはやっぱり警戒されてると思うので、まあ、自分もそのレベルに達することと、個人としてはその得点王も狙っているので、まあ、そういう形で結果を残せていけたらなと思います。まあ、個人で決着をつけられるっていう、まあ、選手が多いので、そういった意味では、まあ、勝ち上がれるチャンスも大きいんじゃないかなというふうには思います。なんかどんどん全部最後の大会になっていって、すごい楽しみです。楽しみだし、すごい寂しい気持ちもあるんですけど、まあ、この仲間と優勝するっていう思いで高校を入ってきたので、最後優勝して終わりたいです。一昨年のインターハイは中止、去年はベスト8、3年生になった今年こそは初のインターハイ制覇に向けて神村学園の挑戦が始まります。